伊集院光、あのね、ニューヨークに行こうと思ってたんですよ。ね。ニューヨークに行こうと思ってたら確かなんですよ。お正月の5日の放送を、また録音だと。ね。偉いよ、芸能人は。なんか知んねえけど。ね。ニューヨークで正月過ごすと、セレブなんだ。小学校の時、毎日のように女子男子問わずカブトムシの匂いする、匂いする、言われてたやつも、セレブレーションなんですかということで、伊集院さんはまたそうやっていつかニューヨーク行くって決めてましたよ、はっきり言って、ね、決めてたんですね。問題はね、まあこれご存知というか気づいてる方もいると思いますけど、僕は何かに怯えていつもラジオやってるじゃないですか。何に怯えてるかっていうのはヒントを言うと、あいつに殺されますから、あいつで角で肝を一つ切りされますから、それマントにくるんで様子法に流されますから、もうそれだけはこれ以上特定できませんけども、あいつに怯えてるわけですよね。何かに怯えて放送やってますから、例えば海外旅行行ってくるんで、面白いお土産話持って帰ってきますからぐらいのことを言おうとするときに、必ずあいつがあれですよ、6本のベロを出したり引っ込めたりしながらね、こうずいぶんなんかいい生活してますなみたいなことを言うわけですよ。だからある意味ちょっと、じゃあ逆に言うと、そこでニューヨークなんか行って、お前エレーの会を見たいこと自分から発することで、分かってるけど行くんですみたいなことで大僧正様にね言っちゃった、こうお伺いを立ててるわけですよ、ある意味。座って僕はね、あ、俺大丈夫ですよ、普通ですよ言いながらこうやってる部分もあるわけですよ。要するに、いい気になってる俺を叩いてる俺もいるし、いい気になってる俺もいるで、バランスを取りながら、伊集院さんはまた結果的にニューヨーク摩天楼でね、摩天楼でフルチンでね、その正月をね、ね、シルクハットでね、そっち鎖片びらで過ごそうと思ってたわけですよ、実際問題は。ビバね、ね、ニューヨークをね、過ごそうと思ってたわけなんですけども、自分でね、それを言ってた、いろんなところで言ってるわけ。こう、例えば人に、伊集院君お正月どうすんのなんて言われるためにね、まあ、ニューヨーク行こうと思ってるんですけど、まあ、俺みたいなニューヨーク行ったところで偉くなるわけでもないし、ね、何を気取ってやがんだって話なんですけどねって言ってるうちに、そんな気がしてきたの。そんな気がしてくるって怖いんだって怖いんだって、それはもう、そんな気がしてきて、そうすると、で、しかも、いつもはワイフと言ってるわけですよ。ね。もういつもの感じが、わいせつ夫人とか言ってワイフですよね。ワイフと言ってますけども。まあ僕もそんなに年間休みが取れるわけじゃないし、神さんもね、神さんが仕切ってる売春組織の方が、すごく忙しいですから、なかなかお休みがね、取れないわけですよ。でいて、ほら、いつガサ入れが来るともわからない中で、お正月は警察もそんな動かないだろうっていうことで、お正月いつも、まあ、帳簿とかは、まあ帳簿にしてありますから、それとかをきちんととある場所に埋めてね、見てお地蔵さんの首を右に3回痛みに1回こう回さないと開かないようにした後で、いつも海外に行ってたんですよね、行ってたわけですよ。仲良く手をつなぎね、 ESSE の表紙がごとく仲良く行ってたわけですよ。で、今年その神さんがなんかわかんねえけども、急にうちで飼ってる犬がね、犬がなんか新しい犬が生まれ、増えあったんですよ、うちの犬が。増えて、その犬がペットホテル慣れをしてないっていうか、呼吸するみたいにゲロ吐くんですよ、あいつ。ちょっとプレッシャーかけると新しい方の犬が。それが心配だから、あんた一人で行ってこいみたいな話になったんです。あんた一人で、行ってくればいいじゃんっていう。で、俺はとりあえずそういう時に、なんかこう、これは年に一回の、夫婦サービス、家族サービスでもあるんだから行くみたいなやつを、それをスタンと断ち切られたわけですよ。で、しかも、なんかその、かみさんがあんたみたいな散らかし男がいないうちに部屋の大掃除を、いつもだったら暮れにあるんだけど、家中の大掃除を逆にあなたが行ってるお正月にやるつもりだから気にしないでみたいなことを言うわけですよ。またそれもさ、なんか言い方はいいけど、めちゃめちゃ傷つく言い方ですよ。俺が死なない間に体液、スライム状の体液をドロ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 流してることは、ね、最近は気づいてますよ、ね。気づいてますから、俺がいたら部屋が片付かないの分かりますけども、そう言われちゃった最後、ニューヨークに行かないっていうか、家にいる選択もないわけですよ。で、さらにはびっくりしたのが、今日ディレクターの柳沢のバカが、ね、
ひねりなんもなしですよ、バカが。なんか、その変な書類みたいの返して、何をあいつやってるんだろうなと思ったんだけど、別になんも、まあなんかあれだろう、会社ごっこだろうと。俺は書類を書いてるからディレクターみたいな、いうことで形から入ってるんだろうな。あいつよく書きたいもんな。よく広告の紙にケーキの絵描いて笑ってるし、みたいな、そういう。よだれをどもども垂らしながらニコニコだしな、ぐらいのことでほっといたら、なんか今日来たら、あ、昨日何書いてたのって言ったら、あれは、正月の5日、生放送をやらずに、番組を録音にする届け出みたいなのがいるんでしょ、喪失変更届けみたいなやつがいるわけでしょ、いるんでしょ。で、それを昨日バカだから提出しちゃったんだって、今日の朝。そんなことしたらどこ泊まればいいんだよ。俺はここにいれば、最終的にニューヨークに行く行くって言って行かなかったけれども、ここで生放送をやってれば、そのために断念みたいな。新年一発目の大事な放送だから、やっぱり思ったんだけど、ここより生だと思ってわざわざここにいましたみたいなことで、なんとか俺のバランスが保たれることがあり得るわけですよ。ね。しかもなんか旅行会社とか行って、これはもうやべえ、俺、ニューヨークにもう嫌でも行かざるを得ないみたいな感じになって、旅行会社に問い合わせたら、なんかあんま電話通じないぐらい混んでんだよね、この時期。めちゃめちゃ混んでて、おそらくそのニューヨーク行きがないみたいな状況なんです。格納庫でいいと。俺にしてみれば、格納庫か、タイヤのこう収納されるとこだってキツキツには入らねえだろっていう話なんですよ。あれだってタイヤピタッて入るようになってないと思うんですよ。ちょっと空気がいっぱい入ってる時も入ったりとかするようになってるはずですから、そこのところにうまくタイヤのこう周りにうまくコーティングするみたい形で一点入れてくれて、で、それニューヨーク便じゃなくてもいい。ニューヨーク上空さえ通過してくれれば、そこのところで降りるって言ってるんです、俺自体は。そう言ってるのに、俺はね、結構子供の頃にね、落下傘、花火の落下傘を結構撮るのが好きな子だったから、ああいうのをつけて降りればいいから、やるって言ってるんですけど、結構もういっぱいみたいな話をしてて、そこで、止めていただきたい。リスナーの方の家に今止めていただきたいですよ。ええ。だから、俺はいいけどさ、ずっと、その、今回はディレクターの柳沢と行くっていう話にするとなってたわけですよ。なってて、今も行くと思ってるでしょ。チケット取れなそうなんですよね。もうすでにすごく取れな、そうな状況になっちゃってるわけですよ。だから、二人泊まれないかしら。まあだから、分かっても、最悪ね。最悪リスナーに泊めてもらいたいですよ。だけど、これ聞いてるリスナーの中に、もしかしたら、自家用ジェットを持ってる人がいるかもしれないし、あとゴキジェットを持ってる人がいるかもしれないじゃないですか。ね、ゴキジェットも持ってる人もありますけれども、シューってだけですから、そういう人がいてくれたら、まだわかんないよ。キャンセル待ちっていうのがありますから、キャンセル待ちを一応かけていけばまだいけないことはないですから、だから、ディレクターの柳沢君は荷物を全部用意して、いつでもニューヨークに行けるようにしておいて、いつ何時でも、急に行くかね。急に電話かかってニューヨークからって言っていくから、それだけは心がけててほしいんですよね。あなたどっか海外行こうよ、どっか、ね、どっか共和国とか行くダジャレってどう？本当に言ってんの？どっか共和国に。あいつどっか行くって本当にどっか。あのね、俺分かってんの。俺はメカに強いパーソナリティだから、要するに、録音っていう届け出を出しちゃうと、でっかいテープレコーダーみたいのに撮ったテープを入れて、もうそれを出すだけじゃないですか。出すだけになるじゃないですか。でもあれの後ろのコードは、どっかで、送信するやつに繋がってるわけですよね。そのなんかメカに繋がってそれが出てくっていうことは、普通に一般の家にある機械で考えればわかるわけですよ。家でテープレコーダーからアンプを通して音を出そうと思ったら、そのテープレコーダーからアンプに行く線があるわけじゃないですか。あそこをもう一個のアンプにつなげて、左ちゃんにだけマイクつなげたりとかしたら、俺とかそこにそーっとしゃがんで、いるよ、いるよ、みたいの。で、本当はいるのよ、みたいなやつはできるでしょ。そういうのも許可とかいるの？なんか。
そう、ああいうなんか、あれでしょ、でもこう出したやつはお前お得意の偽造のやつでしょ。お前お得意のなんか、正式な書類じゃなくて、こうやって透かしてみると、なんかその向こうの方になんか、あの、お前の所属してるテロ組織の透かしが入ってるみたいな、なんかそういうやつじゃないの。あれは取り消しできないの。あれを取り消さないと、やばいって。あれ取り消さないで、どこにも行かないで、家にも行かないで、はやばいって。それやっちゃうと、どうにも、これ勝手に全部起動させることはできないの。本当はその、生放送のシステムみたいのを、生かす生かさねえみたいなのがあるわけでしょ。したら、俺は、大晦日とかに打ち合わせと称して TBS とか来て、ここにずっと隠れてくから、で、なんかこう、行く年来る年とかやってる人の足とか見ながら、静かにしてるから、それで1月の5日ぐらいまでずっと静かにしてて、ほんで、急に喋ったり、勝手にスイッチ入れて喋ったりとかできない。できない。本当はできそう。ダメだよ、俺で。そっちじゃない方向で検討しろ。だからもう未だに来週がどうなるかに関してなんて約束できませんよ。これ最後の放送ですけど、できませんね。一応、これ最後の放送のファックス入ってますんで、ちょっとファックス読ませてもらいますけども、ペンネームパワフル藤田さん。M1 見ました。キンキキッズのキレのあるツッコミが最高でした。絶対に優勝はキンキキッズだと思ってたのに、なんでダブル浅野かって思いました。それ厚子は面白いけど、優子の方は凡庸じゃねえかっていうことでかなり怒ってるんですよね。いや俺もそう思いましたよね。本当それは少し思いましたけどもね。だけど実際問題、みんなこうやってキンキキッズが、朝のダブル朝のかって言ってますけども、実際問題準決勝の段階でベーブが落ちてることも全然納得いってないですからね。二階堂が消えるか消えないからのギリギリの感じっていうのがすげえ面白いのに、あのネタ面白いんだよな。サンバディラブズユー、あのネタがすげえゲラゲラ笑うんだけども、今回全然出てないんです。何か影の陰謀みたいなものを感じますよね。まだまだニューヨークに行ける可能性はあるのよ。ちゃんとあるし、ほら僕みたいな大金持ちになってくると、金の力で物を、もうその金に物を言わせてねじ込むことは全然可能ですから、はっきり言いますけど、俺の500円玉貯金の威力を見やがれっていうぐらいにね、ジャルくれとね、いう可能性もありますから、まあどうなるかわかんないですけど、今CM の間、ふーっと、ラジオは全部録音が済んでて、家でもなんとなく、あ、こいついなかったら大掃除できたのにみたいなちょっと空気の中、しかもおせち料理とかもないわけじゃないですか。それで、本当は9日ぐらいまでニューヨーク行こうと思ってたのを、俺、果たして、正常なまま過ごせるかっていう形があるわけですよ。しかもさ、多分ね、ラジオ聞いちゃうと思うんだよね。あれが一番危険だって分かってるんですけど、自分の出た番組とかね、見ちゃダメだし、自分のやった番組とかを、そういう風に聞いちゃダメなんだよね。おそらく最初の1日2日じゃ、お正月の、俺行ければ1日から、ダメでも4日から行こうと思ってたんですよ。4日から行って、ここに帰ってこうと思ってたんですけど、それをこう、行かなかった場合ね、行かなかった場合に、やばいのは、これをやるのが5日っていうことがまずちょっとやばいんですよ。まあ、3日目ぐらいの段階で、おそらくお得意の、お正月番組を見ながら、俺だけが働いてないのではっていう意識がまず出てくるんですよ。俺だけが楽しているのでは、もう俺にオファーはないのではっていうのがあるのと、あと実際問題ね、明日僕は、これもでかいんですよ。明日床屋さんに行こうと思ってるんです、僕。床屋さんすごい髪の毛伸び放題で、床屋さんに結構さっぱりしようと思ってるわけですよ。で、4日目ぐらいに多分出てくる妄想は、4日目にまず日曜日のラジオの録音分が出ますよね。それを聞きながら、伊集院さん楽しそうに喋ってんなぁと。日曜日はいろんなゲストスペシャルだから、もう録音した人もいるわけですよ。で、行ってその段階でまだニューヨーク行けんじゃないかが濃かったですから、かなり僕ニューヨークにいるんですけどみたいなトークも結構楽しそうにしてんです。また、ゲストに村田兆治さん
と対談した時にもう嬉しくてめちゃめちゃ盛り上がってる俺がいますから、あのラジオで喋ってる伊集院さんはすごく明るくて楽しい投稿してニューヨークに行ってるっていうことをあの公の電波に乗せて喋ってるわけです。それを部屋で聞いている俺ね、あれなんだこれって気がまずしてくるわけですよ。でだんだん体育座りになってくるはずです、この段階でね。それで言って、あのかみさんがおそらく部屋を片付けるからっていう理由で僕おそらくすごく端っこの方に寄せられていくと思うんですよ。でしかもじゃあちょっと自分が出てるテレビとかで自分の冷静を取り戻そうと思ってテレビを見ると伊集院を名乗る髪型が全然違う人がテレビに出てる可能性がこれ高いわけですよ。そうなった時に伊集院さんテレビ出てんなーに対して俺は誰だろうっていう意識にすごいなってくるわけですよ。それでもうやっぱりこれ自分が誰なのかを確かめるために月曜になったらラジオ局に行ってみようと思うわけですが、そうすると入り口のところでお正月に出勤するような警備さんの人がいるわけですよね。そうすると頂上団で誰ですかみたいになるわけじゃないですか。いや今日はあの深夜のバカ力がちょっと何スタですか、8スタなんですけど、8スタ今日生放送ないよないよ、何そんなデタラメ言ってんのって言われた時点で、すいません僕はあのすごい伊集院さんのこと好きなんでちょっと思い違いをしてましたっていう言葉を吐くと思うんだよね。それ以来俺の姿を見た人はいないという展開ですよ。これこの展開だけはやばいことになりますね。これやばい、これ絶対どうにかして俺はニューヨークに行かないといけないんで、一応ファックスでニューヨークの行き方の方をやんないとやばいですよ。しかもニューヨークに行かない場合にはこれならなんとかと思ったフロントミッション4がかなり行き詰まってきたんですよ。それとおそらくサイレンも途中ですごい怖い怖いになってきたんですよ。だんだんサイレン最初にじゃそんなに怖くなって怖い怖いになってきたわけじゃないですか。そうすると誰もいない部屋で一人で僕はそういうゲームをやってる状況になっちゃった場合にこれかなりやばいですから、ニューヨークの行き方、今からでも間に合うニューヨークの行き方をですね、ファックス番号東京03-5562-9540、東京03-5562-9540でですね、受け継いでおりますんで、ちょっとあるでしょ、旅行の裏技みたいなよく知ってる人とかきっといますから、あともしくは、旅行用語でテレポーテーションで知ってるみたいなやつが、いるかもしれませんので、ジンタンをね、自分の胸に向けてビンって打つみたいなことを高畑君が書いてきてくれれば俺も頑張れるところありますんで、それをお願いしたいとですね。ラジオネーム粘らないガムさん、埼玉県所沢市、シルクハットと道路に落ちてカピカピになってる軍手の片方がいるらしいんですよ。でこれ持って空港に行くらしいんですよね。空港に行ってシルクハットをかぶって、それで行って急にカピカピの軍手をシルクハットの上に立てて、ピボーン二股閉めとか言って、それが正解だとずーっともらえるらしいんですよ。そういう風景を見たことあるって言ったの、ね。あ、俺もなんとなく見たことあるなぁ。福留さんが連れてくるんだよ。あれね、確かね、やるとね。ただね、あんま落ちてないんだよね、今軍手ね。雨上がりとかだとしっとりしちゃって立たないしね。それからですね、パワフル藤田さんからですね、土管に入るとワープするみたいだって言ったんですけども、これどうする？僕が本気にして土管にニューヨーク行け、パーンって下で気絶してずーっとビバニューヨーク、ビバニューヨークって言ってたら、ね、それですごくかわいそうですから、お気の毒な感じにものすごいなります。芸能界の素敵なお正月の過ごし方ではないことが多いですから、そういうやつはね、隣の土管で神田うのもビバビバ言っててくれればそれはそれでいいですけども、それが見れるならいいですけど、ということでニューヨークの行き方、東京03-5562-9540、東京03-5562-9540、あともう一個普通のファックス、ペンネームものつくり大学、夏のスペシャルウィークでやった草野球の罰ゲームスーパー欠落アウト27人切りがまだ決行されていないね、飛ぶ鳥を落とす勢いの山崎さん、お早く落としとかないといけないのではないか。そうだよ、あいつがもしこれで天狗になった場合にもうできねえと、あの頃の俺じゃねえからできねえの可能性ありますから、これも考えなきゃいけないですよね。俺ボール27個持って山崎の前に付きまとってやろうかな、ね、正月からずっと隙見てバンバン削りやってやろうかな、ね。ということでじゃあ CM、
が全員クリスマスの記憶がないって問題じゃない。クリスマスって結構大事な日よ。僕がこっち一つだけクリスマスと思い出したのは25日の朝なんですよ。あのポストを見たらなんかね、あの家にたまにさ、あのエロビデオの宅配のさ、そのチラシみたいなのあんじゃんか。ビデオテープぐらいの大きさのものがエロビデオの宅配のチラシの紙に包まれて、そこと汚い筆ペンの字でサンタよりって書いてあるものが入ったのよ。でほらこんな人を疑うわけじゃないけれども、こういうご時世に実家のポストの中にそんなの入ってるの気持ち悪いじゃん。なんだこれと思って恐る恐る開けたら、中にあの藤子不二雄、あのこの間言ってた NHK スペシャル100のビデオがあって、でいて、その、それが、その、ちょっと待って。今、ガラスの向こうの反応、その反応ってことは、あれは柳沢くんがくれたもんじゃないの？そうなんだ。その中に、ごめん、汚ねえ、筒切り汚ねえ字でサンタよりって書いてあって、俺の家の実家の、今びっくりポストの中にそれが入ってたのよ。ほいで、申し訳ないけど、これ柳沢くんじゃなかったっていうのが今分かったんで、もうちょっと申し訳ない気がすると申し訳ないけど、なんだこれと思うじゃん。だって実家のポストに入ってんだもん。なんだこれと思って恐る恐る開けたら、この昨日、その先週フリートークで言った、あの、NHK スペシャルベスト100の、サンタ、あの、あれの回、あの、時和荘の回の、その、コピーじゃない、販売ビデオがきちんと入ってたのよ。ちょっと待って、俺ずっと柳沢くんが入れたもんだと思ってた。それで、お前おかしいじゃん、したら次の日会った時とかに、柳沢ありがとうな、気ぃ利かしてくれてって言った時に、お前は何に関してうんって言ったんだよ。何人の手柄取っちゃってんの、なんか。俺もてっきりそのチラシのみたいな普通の紙に、ラッピングじゃないの、紙に包んであるから、これエロビデオだと思って開けて、なのかなとかっていう期待だけが最初怖かったけど、開けた理由はエロな可能性ありと思ったから、エロルサンタだったらいいなと思って開けたら、あの帰り道にあのディレクターの柳沢君とあれ見たいよねって話をしてたから、あいつあの大して給料も高くないのに7800円もするビデオくれたんだと思って、俺も心の中でお前すげえ感謝してたけど、心の中だけじゃないって言ったじゃん、お前、俺が結構最近そのニューヨークの方で落ち込んでるからって、そんな気ぃ利かせなくていいぞって言ったよね、俺ね。それに対して、はいって言ったよね、お前ね。何を言ったの、何を言ったの、お前。クリスマス。お前、なんだか、それでその時にちゃんと俺言ったじゃん、なんか、俺パッと見た時なんだかわからなかったよっていうのを言ったじゃん。あいつ、こういうやつですよ。あいつ乗っただけだと適当に返事して、俺の手柄にしちゃえってことは、あれじゃリスナーの人じゃないですか、くれたの。本当に、あれじゃないの？素敵な紳士を気取ってるんじゃないの？あれ言っとくけど、俺サンタは信じてないよ、全然。全然信じてないから、あれサンタが来たかじゃなくなるとびっくりしよう。俺今、マジびっくりしてるんだけど、これ、もう一回聞くけど、これ、あれはディレクターの柳沢くんからの、日頃の、あれに対するプレゼントじゃないの？うわ！お前ふざけんな、本当に。お前、今これくれた方本当ありがとうございます。なんかあのこれ嫌な商売だから、家のポストに入れられたことに関してそういう反応しちゃうのすごく申し訳ないんですよ。すごく申し訳ないと思うけど、でもあのもらったものに関してはすごくありがたかったんですけど、一つだけ聞いておきますよ。あなたのその気持ち全部ディレクターの柳沢が横から持ってってましたからね。今の今までまでですからね。うわ、びっくりした。何話そうしたのか他のこと忘れた。CM の話したんですけど、ひどい話ですよ。要はこのおっさんなんだかわかんないけど感謝してんだったら乗っとけってことでしょ。このおっさんになんかわかんないけど貸してきたから乗っとこうぜみたいな、あれと一緒じゃないですか。やってることはメールとかで、急にアダルトサイト視聴料が5万円溜まってますみたいなやつが振り込んでくるやつ、いや俺のものみたいな感覚じゃないですか。それ俺結構感動したので、俺感動し直しますよ。ただあの本当に俺はいつもあいつの影に怯えてますから、あの翼大僧正のまた名前出し大僧正の角だけが怖くて言ってますから、やっぱびっくりすんのよ。家のところにそれ入ってるからびっくりして、なんか理論的に合わせようと思って、あそっか、でもあいつのピンポン押して
わざわざ置いていくよりもサンタみたいなことをやった方がウケると思ったんだろうなと思って、で俺あなんかあいつ泣かせることするよなみたいなことを思って、あの日から結構優しくしてる。そういうやつも俺ガチャロクの時もお前のコインは奪わねえようにとかしてたよ。あれですごいはっきり言って今日すごい奪うよ今から、お前のガチャロクじゃねえよお前の財布から奪うから。栗田さんありがとうございました。できれば曲を送って、ありがとうございました、どうも。